スニーカー好きとしてはスケボー選手の方々がオリンピックで活躍されているのを見ると何か嬉しくなりますね。そうですね、まあやっぱりね、その最近特にダンク流行ってるじゃないですか。で堀米選手ナイキからのサポートも受けてるし、で常にナイキ履いてやってるんですよね。あの人ね、グレートフルデッドのやつとかも持ってたりとかしてて、結構ほんまにスニーカーヘッズ寄りなアイテムというかチョイスしてるなっていうのがあって、堀米選手ね、あのアメリカで一軒家買ったんですよ。あの選手買ったんですけど、その時にダンクをね、もうめちゃくちゃ持って行ってたんですよ、SB ダンクをね、なんかそれ見てすごい、あ、いいなって思いましたね。なんかコレクターじゃなくてスニーカーヘッズじゃなくてガチで使ってる職人がね、使う道具じゃないですか、言うたらあれってスケーターにとっての、スケシューっていうのはね、あー、こうあるべきやなーって思いましたね。前にそのショート動画の方でもね、スポンサーを、受けてるスケーターの友達がいるっていうね、視聴者の方からのコメントがありましたけど、あの時にもちょっと話したんですけど、やっぱりね、あるべきところにあるべきものなんですよ本当にああいう競技用のシューズっていうのは。だからその堀米選手がアメリカの自分の自宅にね、めちゃくちゃいっぱい SB ランクの箱を積んでて、多分競技では履かないであろうようなダンクもあるんですよ。でもやっぱりね、なんかしっくりきますね。まあもちろんね、その、コレクターとして集めてたりとか、スニーカー単純にファッションとしてね、ストリートファッションとしてあのダンクとか SB シリーズ集めてる人とかもいると思うんですよ。まあそれはそれでいいと思うんですけど、やっぱりね、どっちがかっこいいかって言ったら、やっぱりスケーターがダンク持ってる方がかっこいい。やっぱりレアスニーカーというかレアなダンクをプロスケーターが持ってる方がやっぱりかっこいいって思ってしまう部分は、これはもうどうしても覆らんかなと思いますね。なしじゃないんですよ。あの別にスケートやってない人がね、スケシュー持ってたって、バスケやってない人がバッシュ持ってたって別に全然いいと思うんですよ。全然いいと思うんですけど、ただやっぱりしっくりくるのは本業の方やなっていう感じはすごくしたので、いや、これぞやっぱりプロって感じがしますよね。しかもちゃんと金取ってるし、かっこいい、あの瞬間日本一かっこよかったですね、堀米選手。ほんますごいなと思いましたね。藤井アナの名言が話題になってましたね、あれめっちゃ良かったですね、でもほんまに藤井アナが思ってることとマジで僕も同じように思いますね。何言ってたかっていうと、大会の開催に関していろいろなこと思うことはあると思うけど、自分たちの競技に対して努力をしてきた人たちに対してのリスペクトっていうのは忘れたくありませんって言っててね、近くでの応援はできませんが遠くから応援していますって言って言った名言、めちゃくちゃ良かったですね、あれね。僕も思いましたね、同じように、で実際それはみんな多分分かってるんですよ。だけど開会して試合を見た時に初めて僕はほんまやなというか、実際に見て競技してるの見たらもう自然とリスペクトが出てくるというか、スポーツの力というか、やっぱすごいなと思いましたね。